新型コロナ対策に専念することを理由に自民党総裁選に出馬しないと表明した菅総理。県内からは驚きや納得の声が聞かれました。このコロナ対策と選挙活動、こうしたことを考えたときに実際莫大なエネルギーがこれ必要でありました。まあそういう中でやはり両立はできない。菅総理の総裁選不出馬に県民は、このタイミングで一番良かったんじゃないかと思います。コロナがオリンピックもちょうど終わるし、やっぱり支持率もそんなに低かったので、まあしょうがないかなっていうのは感じはありますね。やむを得ないと思います。ちょっとコロナ対策において後手後手に回ってしまったかなというイメージです。自民党県連は、正直大変びっくりしています。しっかりと国民に寄り添った議論を進めていくような総裁選をしていただいて、それがひいては我が党の信頼回復につながってくるというような総裁選であってほしいなというふうに思っております。川勝知事は、熱海と土石流だけではありませんけど、そこを含めて激甚災害に認定していただいて、したがってこのなりわいとかですね、生活再建に大きな励みになっていると。一方、菅総理の新型コロナ対策についてはこう指摘しました。前首相安倍晋三さんの政策を引き継がれたわけですけれども、そこでもう少しできることがあったんではないかと。菅総理と親しく総理を応援する知事や市長の集まりで会長を務める鈴木康友浜松市長は、ワクチンも急速に接種スピードが上がり、これから菅総理らしい政策が打ち出される矢先のことで残念でなりませんとコメントを出しました。